そして、はい、手ぶらでごめんツアー、何もリリースがないのに、うん、回っちゃうということで、はい、まさか、本当にそれで行くばっかいます？なかなかね。だからそういう意味の手ぶらでごめんなさいってことでしょ。ごめんなさいなんだけども、うん、本当に手ぶらかって言ったら、え、違うんですよ。リリースはないけど、うん、新曲をですね、うん、やりたいなと思ってるんですよ、うん、このツアーの中で。その唯一無二の人生、yeah! 溜めて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 かませ段違いに研ぎ澄ませた感性かませかませ、あと一個の新曲は今日はやらなくていいんだよね。今話だけはもう一曲あるっていう話はしないといい。あ、もう一曲。そう。今日はでも、うん、もうできないんだよね。そうそう。だけど今日はできないんだよね。できないんだけどもう一曲あります。次回新曲があるよっていう。あるっていうことを言えばいいんだね。そう。